石井博君おはようございます自由民主党の石井博でございますまず下村大臣はじめ副大臣政務官におかれましては日々文部科学行政にご尽力いただいております感謝を申し上げますまた私の地元秋田県でも多くの方が安倍政権の最重要課題の一つであります 教育の再生に大変大きな期待を寄せているところであります引き続き教育の再生に向けてご尽力いただきたいと思いますそれでは質問に入らさせていただきます東日本大震災が発生いたしましたから2年と2ヶ月以上が経過いたしましたが未だに多くの被災者の方が不便な避難生活を続けられておりまだまだ事態が収束したとは言えない状態が続いております 一刻も早い被災地の復興に向けて政府が一丸となって取り組みを進めていく必要があると考えておりますその中でも損害賠償は生活再建の大前提でありまして損害賠償に関する紛争の早期解決が極めて重要な課題だと思っておりますしかしながら現在でも膨大な件数の損害賠償が続いておりましてより迅速で丁寧な賠償の対応が行われること そして民法で定められている3年の消滅事効を気にすることなく、賠償が実現されることを求める被害者の方々の期待が大きいことも確かであります、原子力損害賠償は、も、ま、と、あ、より東京電力が事業者として責任を持って取り組むことが前提でありますが、政府においても迅速、公平かつ適切な賠償が実現されるよう、全力で取り組むべき課題と考えております。 本日は政府提出法案の審議が議題でありますけれどもこうした被害者の方々にの期待に応えられるような答弁をお願いしたいと思いますまずは ADR について伺いたいと思います原子力損害賠償に関する紛争を早期に解決するための活動として文科省は平成23年9月に原子力損害賠償紛争解決センターいわゆる ADR センターを設置し 被害者とと東京電力のの和解の仲介を実施ししてていると承知しておりますこの ADR センターが、損害賠償の紛争解決にどのように役立っているのか、和解の実例を挙げてご説明いただきたいと思います戸谷、この原子力損害賠償紛争解決センターでございますがあの先、先ほど来からご議論になっておりますように、 この東京電力と被害者の方々が直接請求の場において、まあ、いろんなお話し合いをなされということでございますが現状におきましてなかなか被害者の方々のその個別の事情に応じましたその賠償額の増額といったようなことにつきましてはあの残念ながらあの東京電力におきましてなかなかうまく進捗してないといったような実情もございますまあそういったような場合あるいはそもそも あの、残念ながら、その東京電力に対しまして、えー、被害者の方々が持っておられる、その、まあ、不信感といいますか、直接なかなか、まあ、東京電力とのお話し合いを、まあ、まあ、なされない、したくないと、まあ、いったような方々もいらっしゃいまして、まあ、そういったような方々が、その、この紛争解決センターの方にいろんなお申し出をいただくということでございます。まあ、このセンターにおきましては、この調査官と呼ばれております、この弁護士が、 被害者の方々の個別の事情を直接お伺いをしながら、あの、この請求の内容をまとめ上げまして、これまでの実例、あるいは基準等に基づきまして、その和解案の仲介に向けて、あの、いろいろ努力をしているということでございますが、まあ、これまであの、センターに申し立てをいただいた件数、6531件のうち、2786件が全部和解ということで、あの、成立をいたしております。さ、ま、ら、あ、に今、現在、 センターから提示中の全部和解案が他に380件ございまして、まあ、これがあの、まあ、東京電力あるいは被害者側の同意をまあ待っている状態の和解案があるということでございまして、まあ、大体全体のあれから申し上げますと、半分程度がその全部和解の今方向に向かっているということでございます。それであの、今ご指摘いただきましたあの、 あの具体的な和解の実例ということでございますが、やはりあの一番申し立てで今、件数が多い,ございますのは、精神的損害につきましての増額のケースでございます、まあ、例えばあの2例ほど申し上げますと、一、まあ、例、まず1つ目といたしましては、もともと要介護者であられたその娘さんと、それから一旦避難所に避難をされて、 その、そういった中で、その、ご心労から、さらに、あの、避難、要介護状態となってしまった、母親の方、その娘さんと母親の方二人を、まあ、介護をしながら、あの、避難生活を、まあ、送っておられると。まあ、そういった方々につきましては、当然のこととして、あの、医者、医者料の増額といったものを認めているといったような実例がございます。さら、さらに、 事故前からの精神疾患が、まあ、避難生活によりまして、まあ、悪化をしたと。まあ、そういったような場合につきましても、医者料の増額が認められているということでございまして、特に医者料の関係につきましては、あどういったケースについて、当然その増額がありうべしということを、まあ、総括基準を策定をいたしまして、まあ、それも公表し、あるいはその東京電力の方にも、 まあお示しをしているということでございまして、まあ、今後、このセンターがまあ個別の事情に応じまして、こういう従来の,そのこれまでの和解の賠償基準の増額が必要だと思われるものにつきまして、まあ、東京電力の側におきましても、柔軟に対応していただきたいというふうに、私どもとしては考えている次第いでございます石井君。 ただいまご紹介のあった事例のように ADR センターはこれまでさまざまなケースについて被害者の声をしっかりと受け止め一般的な指針や基準だけでは汲み取れないような事情を踏まえて公正な賠償を実現するなど紛争の解決の大きな役割を果たしていると評価しておりますただし、いちいち ADR に申し立てなければこうした決めの細かい賠償が実現されないというのでは被害者の方々にとっては負担となりますし 解決まで時間を要することになってしまうと思われます ADR センターの和解実例の中には和解仲介に申し立てをした個々の被害者だけでなく同じような事情を抱えているその他の被害者の賠償にも当てはまるようなケースもあると思いますせっかく ADR が積み重ねてきているこうした貴重な成果があるわけですからこれを ADR 以外の賠償の現場でももっとうまく活用していくことができれば 一般的な指針や基準だけでは汲み取れないような事情を踏まえた賠償をより簡便に実現することに役立つのではないかと思っておりますそこで文科省にお尋ねいたしますこれまでの ADR の活動の成果を活用して賠償がより簡便に行われるようにするため文科省はどのように取り組んでいるのか伺います戸谷研究開発局長 先ほど一部申し上げましたが、この原子力損害賠償紛争解決センターにおきましては、まあ、これまでの和解仲介の実績に基づきまして、えー、個別の申し立て実験につきまして、えー、迅速かつ効果的に和解案を作成するための基準を、あの総括基準という形で作成をし、これまで14本、14本それを策定、公表し、あの東京電力の方にもお示しをいたしております。まあ、それからあの和解に至った案件につきまして、 和解実例といたしまして、先ほど二千何百件か和解実、和解があるというふうに申し上げましたけれども、そのうち四百件につきましては公開をいたしております。まあ、さらに、その中身につきましても若干分析したようなものを取りまとめて、まあ、お示しをしているということでございまして、あの、今後、まあ、こういったものを活用していただきまして、できるだけその個別の事情に応じました柔軟な対応を、あの、東京電力の方にも求めていきたいというふうに考えている次第でございます。 石井君はいいありがとうございます文科省は当事者間の早期の賠償に資するよう、総括基準や和解事例の公表を行っているとのことであります。東京電力は自らの賠償基準に取られることなく、被害者の個別事情に応じて柔軟に賠償に応じることが重要であり、ADR での話し合いの成果を真摯に受け止め、丁寧な対応を行うことが求められるのではないでしょうか。 そこで東京電力にお尋ねいたします東京電力はこれらの総括基準や先例を踏まえて迅速な賠償を行っているのでしょうか、東京電力として迅速な賠償に向けて今後、どのように取り組んでいかれるのかお伺いいたします内藤代表執行役副社長。はい、えー、お答えいたします。 当社、賠償に当たりまして、5つのお約束というのを掲げて全員取り組んでおります、その中の1つ、3つ目になりますけれども、和解仲介案の尊重というのがございます、私どもといたしましては、紛争解決センターからの和解案、これにつきましては、当初から尊重して対応してきております。 そうした中から、個別にさまざまな事例が出てまいりまして、総括基準、あるいは紛争解決センターにおける和解案、こうしたものをですね私どもといたしますと、自らの査定業務といいましょうか、計算の業務に生かす、あるいは賠償の協議に生かす。 こうしたことで、私どもの賠償基準の検討にも、こうしたものを参考にさせていただいております。引き続きまして、被害を受けられた多数の皆様がですね迅速に賠償を受けられるように、私どもといたしまして、全力を挙げて取りり組んでまいりまいす石井君。はい、先ほども申し上げましたが、東京電力は自らの賠償基準にとられることなくしっかり、しっかりとした対応をしていただきたいと思っております。 次に政府から提出された法律案についてお尋ねいたします本法案は ADR センターで和解仲介手続きを実施中に時効を経過してしまった場合でもその後裁判で争えるようにすることで被害者の方々の時効に対する不安を払拭しより安心して ADR センターの和解仲介を利用してもらえるようにするための法案であると理解をしております現在センターへの申し立ては多数に上り その処理に平均して約8ヶ月を要していることを考えれば本法案により被害者が時効の到来を心配することなく ADR センターの和解仲介を利用できるようにするための対応は必要不可欠であり被害者救済の観点から大きな前進であると評価したいと思いますただし本法案の内容を見ますと被害者が和解仲介の打ち切りの通知を受け取ってから1ヶ月以内に訴えを提起した場合には 和解のののの仲介の申立てとととに訴えの提起がああったこととみなすすりますつまり被害者は和解仲介が打ち切られると1ヶ月以内に裁判所に訴えの提起をする必要があるということであります被害者が裁判で争う機会を確保することは重要なことでありますが一般的な被害者にとって裁判所に訴えを提起するということは容易なことではないと思っております被害者救済,救済の観点からは 和解仲介の打ち切り通知を受けてから、1か月以内に訴えを提起することを、事項中断の要件にすることについて、運用面での十分な配慮が必要になると思いますが、文科省のご見解をお聞かせください小に研究開発局長。この1か月以内の訴訟の提起という点でございますが、 まあ、一般的にあの原子力損害賠償紛争審査会、このセンターが行う和解仲介手続きを利用していただく過程の中におきまして、まあ、訴えの提起に関わる、まあ、基本的な争点等が、まあ、整理されているものと考えられるといったようなこと、あるいはその実際の他の法律の例の場合におきましても、打ち切り1か月以内に裁判所に訴えを提起する旨を規定していると、まあ、いったようなことから、あの本法案におきましても1か月ということ の期限をあの定めさせてていいいいただいているところでございますしかしながら、実際の,この運用に当たりましては、そもそも今回のこの趣旨でございますが、和解・仲介後に訴訟提起を可能とするというのが、そもそもこの法案の趣旨ということでございまして、その運用につきましては、できるだけ弾力的にやっていくということであろうかというふうに私どもとしても思っております。 まあ具体的に申し上げますと、仮に仲介和解の打ち切るといったような事態に至った場合におきましては、まあ、それに至るまでの間、原子力損害賠償紛争解決センターにおきまして、できるだけ被害者の方々にまあ丁寧な対応を行うといったようなこと、まあ、それから、まあ、例えばあの正式に打ち切る前に、 まあ、あらかじめ打ち切りのまあ見込みがあるということを、まあ、ある程度の余裕を持って、申し立て人の方々にまあお伝えをすると、まあ、そういったようなことから、できるだけ柔軟な対応、あるいはあの被害者の方々の実情に十分配慮した柔軟な対応ということに、今後、心がけてまいりたいというふうに存じておりま伊はい。この規定によって、被害者が困ることがないように、ADR センターの和解仲介手続きにおきましては、 被害者の実情に十分配慮していただきますようお願いいた、しますますた民法で定められた事項に対する不安を抱えておられるのは、ADR センターに申し立てをしている方々だけではありません。いまだ東京電力に賠償請求をされておらず、ADR センターへの和解仲介申し立てや、裁判所への訴訟提起もされていないような方も存在するはずであり、そのような方々も事項に対する不安を抱えておられるのではないでしょうか。今日時点におきましても、 東京電力の借り払い保証金を受領した被害者、約16万人のうち、約1割に当たる被害者が本賠償請求をされていないと聞いております。また、事故時に避難し区域内に居住されていた被害者であって、東京電力の借り払い保証金を受領されなかった方々も存在すると考えられます。これら損害賠償の未請求者については、どういったご事情で請求をされていないのか、あるいは請求ができていないのか、 それぞれの被害者が抱えるご事情をよく踏まえた上で適切に損害賠償請求をしていただくためのサポートが必要になると考えております東京電力は総合特別事業計画で自らが把握できていない被害者の方々がなお存在する場合に備えどのような方々がどのような問題を抱えておられるのかを調査しご請求のサポートに万全を尽くすと表明しておられますが具体的に今後どのように対応をしていかれるのでしょうか 東京電力、内藤副社長。はい、えー、ご質問にお答えいたします、ね。私ども、今までもそうですけれども、これからも続けていきたいと思っておりますことがあります。それはさまざまな賠償の累計ございますけれども、これの開始に合わせてプレスをしております。 この新聞等を通じた賠償の状況について、ですねやはりまだご請求をいただいてない方たちには、ぜひ見ていただいて、ご請求をいただきたいと思っておりますし、個別訪問、被災地を一件一件訪ねまして、ですね個別訪問をしながら、 まだご請求をいただいていない方がいないかどうかとか、あるいはその方自身のさらなる請求、ご請求を促すような活動、あるいは電話番号が分かっておりますれば、電話をおかけして、今、請求の状況がどうなっているか、そうしたことを一つ一つ丁寧に取り組み、さらなる賠償の推進に役立てたいと考えております。 石井博君、はい、被害者の中にはさまざまなご事情により損害賠償請求が困難な方もいると考えられますがこのような方が事,業事項によって本来受け取るべき賠償を受けられないという事態はあってはならないことであります東京電力は総合特別事業計画において事故に対して柔軟に対応して対応することを約束するとともにこれまで国会をはじめさまざまな場において 事項が完成しても直ちに延用することはないと表明してきていると承知しておりますが、ここで改めて被害者の方々が、事項によって適切な賠償を受けられなくなることがないようにするという、東京電力の決意をお聞かせください。内藤代表執行役副社長。はい、えー、先ほども申し上げましたけれども、私ども、今回の賠償業務を進めるにあたりまして、基本としておりますのは、 えー、事故の完成によりまして、えー、賠償が打ち切られ、えー、被害を受けられた方たちがです、ね、適切な賠償を受けられなくなると、えー、こういったことは絶対あってはならないと考えております、この基本報酬に基づいて、えー、一件一件、えー、ご丁寧にご説明をし、賠償を進めていきたいと考えております石井博君。今、東京電力から、事故完成後であっても、柔軟な対応を行うとご答弁いただきましたが、 損害賠償請求権の事故への対応については、東京電力だけに任せるのではなく、政府としても取り組む必要があると考えております。今回の法案による事故中断の効果は、センターに和解中介に申し立てをした被害者が対象となっておりますが、それ以外の被害者の消滅事故に対する懸念に関しては、どのように対応していくおつもりなのか、文科省のお考えをお聞かせください下村文部科学大臣。 文部科学省はこれまでも東京電力に対し消滅事項に対して柔軟な対応を行うことや損害賠償請求をされていない被害者をきめ細かく把握することに努めることなど要請したところでもございますしまた今ほど東京電力の方から被害者の方々が事項により適切な賠償を受けられなくなることのないよう対応していくとの決意の 答弁ももあったところでもございますまずは国の要請に対する東京電力の取り組みなどまだ請求をされていない被害者の方々の実情をよく見極めていきたいというふうに思いますその上で被害者の方々が時効到来によって適切な賠償請求ができなくなることがないよう未請求者の実情に応じた必要な対応について 関係省庁とも連携して検討してまいりたいと思います石井宏君、はい、ぜひ、未請求者の実情をしっかりと把握していただき、被害者に寄り添った適切な対応を確実に取っていただきますようお願いしたいと思います。本日は消滅事故への対応や、紛争の早期解決のサポートに向けた大臣のご決意、そして東京電力の対応について確認させていただきました。 一日も早い復興に向けては、被害に遭われた方々に対する迅速、公平、そして適切な賠償が行われることが最優先の課題となります。文部科学省および東京電力におきましては、この課題に対してしっかりと取り組んでいただくことを求めまして、私の質問を終わります。